はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はついに大型補強に動いたブルージェイズに関する話をしていきたいなと思います。ブルージェイズはこのオフ、いろいろな FA 選手に対して興味を示してきていまして、それに関する動画も以前上げたことがあるんですが、ただトロントという立地ですとか、またそもそも来シーズンブルージェイズがどこでプレーするかがまだ決まっていないということもあって、なかなか FA 選手から振り向いてもらえないような状況が続いていました。しかし昨日、このオフの FA 選手の中でも注目とされていたジョージ・スプリンガーと6年総額1億5000万ドルの契約で合意したと報道され、さらにパドレスから FA となっていた守護神カービー・エイツとも契約を結んだと発表されました。いろいろな選手に対して興味を示してきたブルージェイズですが、ついにその興味が実ったという形になりましたね。今回の補強については、スプリンガー自身が例のアストロズでプレーしていたということもあって、ファンの中では喜んでいる方とそうでない方はちょっと分かれているかなという印象もあるんですけれども、ただイエイツの獲得も含めまして、ブルージェイズが来季コンテンダーとして戦っていくんだという姿勢をこの補強で表すことができたのかなと思っています。ブルージェイズが所属する AL 東地区は、昨年のリーグ王者のレイズと、それからヤンキースが所属する地区でもありますけれども、昨年まではレイズとヤンキースの争いだったところに、このブルージェイズが加わったことで、来シーズンの AL 東地区は上位3球団による激しい戦いが見られるかもしれませんね。では早速今回ブルージェイズが獲得した2人の選手について見ていきたいなと思います。まずはスプリンガーからですね。スプリンガーの今回の契約は FA 選手に対する契約としてはチーム史上最高の契約となっていまして、これまではラッセル・マーティンの5年総額8200万ドルの契約がチーム史上最高の契約となっていたんですけれども、今回のスプリンガーの契約は金額の総額だけで言えばマーティンの契約の倍近い金額となりました。スプリンガーは当初年平均で3000万ドルクラスの契約を要求しているという話もありまして、でこのオフはどのチームもあまり金銭的に余裕がありませんので、実質的にその要求を叶えることができる球団は、ニューヨークメッツぐらいなんじゃないかと言われていまして、で実際途中までメッツがこのスプリンガー獲得戦線でトップに立っていました。スプリンガー自身、地元のコネチカット州に近いところでプレーしたいという希望もあったらしく、最も彼の条件に合致した環境ではあったんですが、ただメッツはフランシスコ・リンドアをインディアンスからトレードで獲得したことで、来期のペイロールが贅沢税の課税ラインにかなり近づいてしまったため、スプリンガーの獲得には撤退気味となってしまいました。でメッツが撤退気味となったことから、ブルージェイズにもチャンスが生まれたわけなんですけれども、ブルージェイズは当初スプリンガーに対して5年総額1億1500万ドル規模の契約を出しているという話が出ていたんですけれども、今回最終的に6年総額1億5000万ドルの契約となりましたので、ブルージェイズ側が最大限スプリンガーの要求に譲歩した結果、今回の契約につながったのかなと考えられますね。現在のブルージェイズはどうしても外野の層が厚くはなく、またコンテンダーとして戦う上でももう一人ぐらいはインパクトプレイヤーが欲しいところではありましたので、今回のスプリンガーの獲得でそれが叶ったということになりました。スプリンガーはおそらくブルージェイズでもセンターを守ることとなると思うんですけれども、今回彼が来たことでセンターのポジションを大幅にアップグレードすることができましたよね。昨年までブルージェイズのセンターはランドル・グリチャックが主に務めてきたところではあるんですが、昨年の成績で比べてみてもスプリンガーの方が上であることは間違いないですよね。グリチャックも昨年はバッティングに関しては結構頑張ったシーズンではあったんですけれども、それでもスプリンガーには遠く及ばないような成績となっていますし、また守備面に関してもグリチャックは正直両翼向きの選手だと思いますので、スプリンガーが30代後半になった時は分かりませんけれども、当面の間センターを守ることができる選手を確保できたのは非常に大きいんじゃないでしょうか。グリチャックが両翼、おそらくライトだとは思うんですけれども、に回ることで昨年打撃面で大ブレイクを果たしたテオスカー・ヘルナンデスが DH に回れる点も大きいですよね。ヘルナンデスはバッティング面は昨年非常に良かったんですけれども、やっぱり守備がお世辞にも上手い選手ではないですので、スプリンガーが来たことで彼を DH に回せる点も編成面ではプラスだと個人的には考えています。そしてこちらが来季のブルージェイズの予想オーダーとなるんですけれども、なかなかの強力打線にパッと見見えますよね。スプリンガーとビジオは出塁が期待できる選手たちですし、で上位で作ったチャンスをビシェット、ヘルナンデス、そして痩せたと話題のゲレーロでしっかり返していくのが来季の得点パターンとなるのでしょうか。下位打線もなかなか強力で、グリエルは昨年後半戦結果を残しましたし、テレスやグリチャックに関しては下位打線にしてはパワーがあるバッターたちだと思いますので、本当に上位から下位まで気の抜けない打線なのかなと思いますよね。
唯一ちょっと穴になりそうなのがキャッチャーのダニー・ジャンセンですけれども、ここはもしかしたら昨年の9月サプライズプレイヤーとして活躍したアレハンドロ・カークが入るという展開ももしかしたらあるかもしれません。この打線がちゃんと機能さえすれば東地区の中で上位進出は十分可能なのではないかなと思っています。はい、続いてはイエーツ獲得の話をしていきたいなと思うんですが、こちらの補強もブルージェイズの今必要なポイントをしっかり抑えた補強なのかなと思いますね。イエーツは2019年のパドレス時代に MLB セーブ王に輝きまして、この年60試合の登板で防御率はわずかに 1.19 と絶対的なクローザーとして活躍しました。ただ昨年は6試合の登板にとどまりまして、4回3分の1で6失点、防御率も 12.46 と全く振るわなかったんですが、8月に右肘の骨棘を取り除く手術を受けることとなりまして、もしかしたら怪我を抱えた状態で投げていたことから昨年はあまり振るわなかったのかもしれませんね。術後の経過も良好だそうで、来シーズンはおそらく問題なくプレーすることができると思いますし、そうなれば19年のように MLB 屈指のクローザーとしての活躍が十分見込める選手だと思いますので、そんな選手を今回単年契約の550万ドルでブルージェイズ獲得することができたんですが、非常にいい補強だったんじゃないでしょうかね。それにしてもイエイツは昨年の怪我さえなければ本当にどんな契約をゲットしていたんだろうなと思ってしまいますよね。もしかしたらリアム・ヘンドリクスと同じぐらいの契約をゲットしていた可能性すら、まああったかもしれないぐらいのクローザーなんですけれども、ただパドレスでブレイクする前のイエイツは球団を転々としていまして、なかなか芽が出なかった苦労人の選手なんですね。典型的な速球とスライダーを中心に組み立てるようなリリーフピッチャーでして、ただ球速が平均で93マイル程度とめちゃくちゃ速かったわけではないので、なかなか MLB で結果を出せないような状態が続いていました。ただ2016年ヤンキースに在籍していた際に田中将大選手からスプリットの握りを教えてもらって、でその年ヤンキースで防御率5点台に終わった後、オフシーズンにレイズなどで活躍したアレックス・カッブと一緒にスプリットの練習に取り組みまして、ここから彼のキャリアは劇的に変化を遂げます。2017年の途中にパドレスへウェーバー移籍すると、パドレスのコーチ陣からスライダーを捨ててスプリットを使いなさいと指示を受けまして、ここから彼の成績は劇的に改善されました。17年のパドレス移籍後は61試合で防御率 3.72 と彼のキャリアで最高の1年となると、翌2018年は65試合の登板で防御率 2.14、 そして2019年はさらにステップアップをして1年間パドレスのクローザーとして41セーブ、防御率も 1.19 と大活躍し、初めてのオールスターにも選出されました。イエイツの投球割合のグラフを見ても彼のステップアップの背景がよくわかりまして、2017年にスプリットを導入した後、この使用割合が年々上がっているんですね。球団を転々としていた頃に使っていたスライダーは2019年にはほぼ使われなくなりまして、今や速球とスプリットだけで投球を組み立てているような状態です。実際イエイツのスプリットはめちゃくちゃ効果的な球種となっていまして、2019年のスプリットの被打率はわずかに1割5分3厘となっていますし、 WOBA で見ても1割8分1厘と MLB のバッターたちでも全く歯が立たないような球種となっています。昨年は思い通りの1年とはなりませんでしたが、肘の状態自体は問題がないそうで、順当にいけばブルージェイズのクローザーとしてしっかり活躍してくれると思いますし、何より現状のブルージェイズのブルペンは実績のある選手があまりいませんので、このイエーツにかかる期待は非常に大きいのかなと思っています。2019年クラスの活躍であればコンテンダーのクローザーとしては文句なしですし、僅差のゲームを拾う上でも役割を全うしてくれるのではないでしょうか。このオフは興味だけでは終わらないことを示したブルージェイズ、スプリンガーとイエーツの獲得でだいぶチーム力は強化された印象ですが、この後さらに動いてくる可能性はあるんでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。